皆さんこんにちは。今日は都営三田線に乗って終点の西高島平の方までね、行ってみたいと思います。途中事前に調べておいたスポットとかもね、行ってみたいと思っていますよ。今日もよろしくお願いします。まず乗っていくのは巣鴨駅ね。もともとは巣鴨から志村っていうね、現在の高島平駅までの間が最初の開業区間ということになります。都営三田線、三田は最初はなかったんですね。その後日比谷まで延伸して、で逆の西高島平まで延伸して、でその後、ね、三田川、目黒川の方まで行ったという歴史があるそうです。で今回板橋本町という駅で降りてみました。ここから徒歩で行ける場所にレトロゲームのたくさん置いてあるお店があるという噂を聞きつけやってきました。駄菓子屋ゲーム博物館と書いてありますね。入場料がかかるようです。大人子供共通で300円ということなので、まずはね、300円入れてレバーを回していきたいと思います。コインが1枚出てきました。これが入場券ということになるそうです。中はちょっと動画は禁止ということだったので画像で失礼いたします。10円ゲームと呼ばれるような昔駄菓子屋さんにあったゲームですね。本当に貴重なゲームばかりなんじゃないでしょうか。大型のゲームもありました。結構手の込んだね、こんなゲームあるんだなっていう、指でピンって弾いて球を動かすようなゲームだけじゃなくて、大掛かりなゲームセンターにあってもおかしくないようなゲームが所狭しと置かれていましたね。かなりゲームの台数あります。これは楽しめるんじゃないでしょうか。入場料でね、コイン払いますけれども、それをゲームに使うこともできたりします。メダルゲームの方でね、遊ぶことができましたよ。他にもね、現金を使って遊ぶというゲームもありました。たまにね、数台だけ、2台とか置いてある駄菓子屋さんってあったりすると思うんですけど、ここはすごいですね。10台、20台あるような感じでした。ね、レトロゲーム好きな方は、ぜひぜひ行ってみたらいいんじゃないかなと思いましたよ。板橋本町では気になるお店が他にもあります。こちら、マグロラーメン。この辺はね、カンナナという通りみたいで、カンナナラーメン戦争と聞いたことがあるんですが、このお店もその一つだったのかなと思います。マグロを使ったラーメンということで、ここはね、結構夜遅くまでやってそうだったので、後でね、また来たいと思います。終点の西高島平駅、来てみたかったんですよね。日本全国の鉄道を全部乗りたいなっていう思いがあるので、ここまではなかなか来ないですからね。都営三田線、最後は地上区間なんですね。橋の上を通っています。ここまでということになりますね。ここから先はないということになります。東武東上線とかが結構この先行くと近いですね。ちょっと徒歩で歩いてみました。ようこそ埼玉県和光市というふうに書いてありますが、和光市というとね、もう東武東上線通ってますので、もう少し伸ばせば、つなげることもできるぐらいのところにはなってますね。もともとこの区間、高島平の区間をね、東武鉄道が持っていた免許があったということなので、それはね、譲渡都営にされて開業した区間ということになりますね。都営三田線は目黒から南北に、ね、東京を貫く形になっています。そして高島平、遠いですね。都営ですからギリギリ東京と呼べるところまであるんですね。いや、今回西高島平まで行ってみて、ほんと少しで和光市埼玉に行けるっていうところまで伸ばしてあるんだなということが分かりました。鉄道がないところに新しい鉄道って通したりするんですけど、この三田線もね、ちょっと周辺ないところに鉄道が伸ばされたのかなと思いました。さあ、板橋本町駅へと戻ってまいりました。満を持してマグロラーメン行きたいと思います。三田線の駅、
期間限定とは書いてあったんですが、スタンプ、紙をもらって、スタンプ台があって、駅ならではのスタンプを押せるっていう風に、ね、なってました。紙だけはね、もうないかもしれないんですけど、スタンプ台とかはあると思うので、結構最近海外の方とかが、この駅スタンプをノートに集めてるっていう光景をよく見ます。日本の鉄道でスタンプを集めるっていうのはね、どうなんですかね。有名だったりするんでしょうか。私もノートとか買って押していくっていうのもいいかもしれませんね。最近だとデジタルで携帯のアプリとかで携帯をかざしてスタンプ集めるっていうのもあったりするんですけれど、こうして紙で集めていくっていうのもね、一つ面白いかもしれませんね。まあノート一冊持ってるだけでスタンプ帳が完成してしまいますね。さて、マグロラーメンにやってきました。元祖マグロラーメン本店さん、どうでしょう。見た目マグロっていう感じには見えないですよね。普通のちょっと背脂系のラーメンかななんていうふうに思ったんですが、しっかりと、ね、マグロを使われてるということなんですよね。 DHA スープ、すごい体に良さそうですよね。普通のラーメンと、こちらはタレそば、油そばみたいな感じですかね。うわー、めちゃくちゃ美味しいです。胡椒が効いていて、タレそば美味しいですね。マグロラーメンの方はスープが非常にマイルドです。で、今回は頼んでいないんですが、ラーメン丼って言って、この下にさらにご飯が敷かれているというメニューもあるみたいです。長く営業されてますね。もう30年以上営業されてるということですから、まあ、勝ち残ってきたラーメン屋さん、美味しかったですね。歴史を感じました。今回この動画はここまで。いかがでしたか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。